皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さて今日はね、久しぶりに第2スタジオからミニ動画をお届けしたいと思います。今日はね、こちらブラックライト、これを使った簡単な実験です。ですね、以前動画でも何回かお見せしてると思いますけども、こちら、サントリーのデカビタあとオロナミン C とか、レッドブルとか、ディアルゴールドとかでもいいんですけども、そういった栄養ドリンクは、ビタミン B2 という、ね、成分がこの中に入ってます。なのでブラックライト、紫外線の光を当てるとね、うおー、こんな風に、ね、光るんですね。まあ、これはね、結構有名なお話なんですけども、以前からね、気になっていた、こちらです。じゃん、この中にはとある液体が入ってます。この液体、色は透明なんですけども、この液体にブラックライトの紫外線の光を当てるとどうなるか、やってみたいと思います。せーの、じゃん、ほら、どう、青白く光ってるの見えますかね。こんな風にね、はい、そうなんです。実はこの液体はですね、こちらです。はい、これね、もう出しちゃったんですけども、はい、トニックウォーターね、お酒好きの人だったらよく、使ってるかもしれませんけども、トニックウォーターもブラックライトで光るんですよね。しかもこちらは透明ですからね、透明の液体にブラックライトでこんな風になるんですね。私このね、リアルゴールドとかね、こういう系は光るの何回か見たことあるんですけども、私お酒飲まないんですけども、なかなかトニックウォーターって手に入れられなかったんですけども、今回はちょっとね、入手することができたのでやってみました。おーね、はい、というわけで今回はこんなミニ実験動画をご覧いただきましたでしょうか。ちなみにこれたまたまですけど、これサントリー、こちらもサントリーでした。はい、というわけで今日はブラックライトを使ったミニ実験を行ってみました。はい、あっという間でした。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。